一緒に、チョキッと、スニッパーズは、イギリスのゲーム開発会社、SFB ゲームズが開発し、Nintendo より2017年3月3日に発売された Nintendo Switch 用、アクションパズルゲーム。正方形と半円が接した形をした2体の、キャラクター、赤色のスニップと黄色のクリップを操作し、パズル要素のある、様々なステージのクリアを目指す。この2体は、 相手キャラクターに重なった際の領域をカットできる特性を持っており、この時できた形を利用して、ステージ内の仕掛けを作動させたり物を運んだりといったアクションを行う。本作ではメインモードのワールドでは1人から2人、それ以外のモードでは2人から4人の同時プレイに対応している。前者は2体、後者はスニップ、クリップの色違いを含む4体が登場し、 プレイヤーの数が少ない場合はキャラクターを切り替えながら操作することになる。英国任天堂のオンラインショップでは、任天堂スイッチのコントローラ、ジョイコンと本作のダウンロードコードをセットにした商品が2017年3月10日より販売されている。2017年11月10日には、本作に新要素を加えたソフト、一緒にチョキットスニッパーズプラスが発売された。 ジョイコンを本体に装着した状態の携帯モードではワールドの一人プレイのみ選択できる。SFB ゲームズの創業者の一人であるアダン・ビアンは本作開発前のある時2体のキャラクター同士でカットし合うパズルゲームの構想を思いつきもう一人の創業者トム・ビアンと共に本作の原型を試作した。その後2人は 2015年9月3日と9月4日にドイツで開催されたゲーム開発者向けのイベントゲームデベロッパーズコンファレンスヨーロッパ2015の中で登壇し試作したゲームのトレーラー映像を公開作品名をフレンドシェイプスとして紹介した後にこのフレンドシェイプスを任天堂に見せる機会があり そこで交換職を得たことから任天堂と共同で開発を進めることになる。2016年初頭より SFB ゲームズは任天堂との共同開発を開始する。当初はどのハード向けのソフトになるのかが示されなかったが開発が進む中で当時まだ仕様が大やけになっていなかった新ハード任天堂スイッチ向けソフトとして開発することが伝えられた。アダンとトムは 対面での協力プレイが本作の重要な要素だと試作当時から考えていたためコントローラーが初めから2つ付属している任天堂スイッチ用のソフトとなったことを歓迎する開発の中では任天堂 t e n が効果音やレベルデザインなどの面で SFB ゲームズをサポートした一緒にチョキットスニッパーズプラスは任天堂より2017年11月10日に 発売された任天堂 t e n d Switch 用アクションパズルゲーム。前作一緒にチョキとスニッパーズに新ステージなどの要素が追加された内容になっている。前作を購入している場合は追加ステージパックの購入により本作との差分を DLC として入手できる。前作はダウンロード販売のみだったが、今作ではパッケージ版も同時発売された。 パッケージ版には登場キャラクターのスニップとクリップが描かれたステッカーが付属している。ありがとうございます。